徳島の名所の数々が映し出されたプロ顔負けのこの映像。去年県主催の 4KVR 徳島映画祭で見事ニューフェイス賞を受賞しました。制作したのはチャンネル登録者およそ3500人、徳島の魅力を発信する YouTube チャンネルアワ徳島 TV の相玉さんです。実は相玉さん、県内の高校に通う現役の高校生なんです。今回顔出しはマスクまで、本名も非公開でという条件で取材を受けてくれました。作業していきたいと思います。放課後はいつもまっすぐ帰宅、部活には入らず YouTuber としての活動に専念しています。徳島のいろんな情報を解説してて、例えば最近ので言うと四国新幹線だったりとか。音声音声のキャラクターが徳島の魅力を語ったり、四国新幹線について解説したりと、内容は多岐にわたります。中にはこんな動画も。小学校でも少年自然の家に行く。昔は山川少年自然の家もあったんだとか。休日のバイパスの渋滞がやばい。あんなに広い道なのに、あと通勤ラッシュ時もやばいよね。動画に使う映像は実際に現地へ行って撮影しています。学校が休みの時にこうブラッと公共交通を使っていろんなところに行っております。実際の撮影に同行させてもらいました。待ち合わせたのは土曜日の早朝。 JR さんを利用して、無理まで行ってみたいと思います。汽車に乗ってすぐ取り出したのはスマートフォン。撮影は全てスマホで行います。ロケに行くには地域の足を支える公共交通機関を使うのがモットーだそうですが、活動の資金は、はい、結構こうお年玉をきれいに貯めておいたりとか、そういう感じでなんとか乗り切っております。メモ帳にはびっしりと書き込みが。ネタを書き留めているんだそうです。この日の撮影は2本撮りです。1本目は去年から JR 四国と徳島バスが共同で始めた県南の一定区間なら JR の切符でバスにも乗れるという全国初の制度を紹介するもの。麦駅で汽車を降りると早速バスで阿南駅まで U ターンです。もちろん道中取材と撮影も忘れません。ここからは、コメント欄で教えていただいた、中華そば屋さんに、行ってみたいと思います。阿南では2本目の撮影です。今度のテーマは動画で人気のコンテンツ、徳島ラーメンです。ここです。早速お店での撮影開始。ここでラーメンをいかに美味しそうに撮れるかが再生数に直結するんだとか。食べ終わると今度は店長に突撃インタビューです。だけどいっぱいいっぱい真剣に、はい、真剣に作って。胴に入った取材ぶり、プロ顔負けです。ありがとうございます。この後は帰って編集をしてまた投稿に備えたいと思います。今日の撮れたかどうでしたか。素晴らしいです。撮影から4日後、自宅にお邪魔すると編集は最終段階に入っていました。最後の作業になります。表情をつけております。キャラクターの表情をこうパーツごとに変えることができて、その、作業を行っております。ナレーションにあった表情をキャラクターにつけ、より親しみやすくしていきます。この集大成が動画になるので、限られた時間の中ではあるんですけど、できるだけ、いいものを作れるように努力しております。皆さんこんにちは。実際に完成した動画がこちら。頂上駅舎の珍しい駅だね。こちらの動画は相玉のラーメン探訪記第2弾になります。チャーシューの他にもやし、ネギ、シナチクがあります。スープの感想とか教えてよ。スープは豚骨ベースで甘みも感じる、あっさりめの感じでしたね。店長への取材はこんなワンシーンに。
園地さんは開業当初、お客さんが来てくれることが当たり前ではないということを痛感し、それ以来、お客さん一人一人を大切に思って、いっぱいいっぱい真剣に作っているそうです。中学3年生の頃から活動を始め、今までに制作した動画は100本以上に上るという藍玉さん。最近は毎週土曜日に動画投稿を欠かすことはめったにありません。そんな彼が描く一貫したテーマは、世界に誇る徳島です。本当は誇れるんだっていうことを、少しでも伝えたいなということで、徳島県外に発信するのはもちろんのこと、徳島県内の同じこう県民にも知ってほしいなっていうところがあって。そんな藍玉さんの将来の夢は、実は最終的に、徳島県知事になりたいなっていうふうに、実は小学校3年生ぐらいから思ってて、で、その夢の中の一つでもあって、この徳島の魅力を、全国に発信していきたいな、徳島を盛り上げたいっていうのが、僕が一番思っていることなんで、その、まあ、末端にはなるんですけど、それも YouTube で少しずつ活動しております。残念ながらまだ被選挙権がないため、今年春の知事選には立候補を断念したそうです。